新進バイパス終点付近から村上方向を望む柴田バイパスは新潟県柴田市日渡りから道志島方に至る新潟県道26号柴田豊坂線国道7号のバイパス道路かつて国道7号は柴田市日渡りから柴田市中心部に向かっていたが柴田バイパスはそこから北東に向かって市街地を迂回する柴田 IC で 新進バイパスの接続を受けて、国道7号となり、梶川に架か,かる梶大橋に至る。京北詰めには、国道290号と接続する、一部立体交差式の3日、試交差点がある。これと柴田 IC を除いて、全線平面交差である。しかし、すでに県内の主要バイパス路線同様、都市間移動と生活道路としての役割が重複しており、 沿線のほぼ全域にわたって、ロードサイド型店舗が数多く立ち並び、慢性的に流れが悪くなっている。柴田市役所資金の上北町交差点周辺は、新潟市近郊でも特に渋滞が発生しやすい地点である。これらの慢性的な渋滞を解消するため、新進バイパスと接続する柴田 IC が完全立体化され、その後細部の施行を行い2009年度中に、 全面、竣行した。拡幅により4車線化された、区間右側は、柴田ガスのガスタンク、ニコタン柴田 ICE 等の区間については、船入り交差点、島方交差点、三日市交差点間の延長 5.8km が、柴田拡幅として、国土交通省による拡幅事業が行われている。2009年9月4日に、船入り交差点。 中曽根町交差点間の延長 0.9km の区間が完成4車線共用され、2016年3月30日には、中曽根町交差点小舟町交差点間の延長 0.9km が完成4車線共用された。残る小舟町交差点3日、四交差点間 4.0km も片側わり、車線化が行われる予定となっている。新進バイパス。 柴田バイパス原動、梶川バイパス出店。ありがとうございます。